ちょっとこれ見ていただけます？バッカ突然現れた。カメラ持っていけばよかった。急に現れた。しかもでかい。でも今日カメラ持って行ってもおらんのじゃろうな。で、今日おらんのでしょうね。前の日おったからカメラ持って行っておらんかったとかっていうのはあるあるです。じゃあ頑張っていきましょう。今日も今日はいるでしょうか。だいたい1番目がね、毎日赤字なんですよね。ではなかったですけど、昨日に比べるとめちゃくちゃ寂しい。もう大きいのが 1.5 キロ以上がボコボコしてきたんですよね、昨日は。この六兵衛の、本当前も言いましたけど、この大きくなりようがすごい。もうこれなんか刺身でいけますね。やっぱり完全に尿がプレント入らんですね。でもなんか昨日より小さい。やった、ヒラメ。もう太ってますよ、完全に。昨日はね、ヒラメもなんかもうめっちゃ大きい 4.5 キロぐらいのやついたんですよ。久しぶりに見ました、あのリプレイ。最近はもうそういう傾向です。頑張って。そういや、なんかオカメちゃんの間に貝が寄生してる貝がいるらしいんですよね。それ探してみたいですね。オカメちゃんのところに完全に入ったらもう魚入りませんけど、今これギリギリを通ったんでしょうね。オカメちゃん入ってますけど、もうでも死んでますね、オカメちゃんも。先日サザエが当たったんで食べたんですけど、やっぱり西の方が美味しいですね。サザエより、サザエはなんかジャリジャリする。こっちの方が美味しいです。デビラなんか大きいのいてくれてますね。よいしょ。もうこっちも生きないんで神経締めなんですよね。
失敗したかもしれません。船が進まんかった。オカメちゃんかも。オカメゾーン。重っ。入りすぎました、ね、よしよいしょ。よっ。これも一気あるでしょ。正直失敗でしたね。行き過ぎました。他のものがあまり見えない。登場しますけど、これはシロコチ。模様が違いますよね。比べると分かりやすい。こっち点々なんですよね、シロコチ。通り名はヨシノコチだったですね、確か。見れるだけで嬉しい。やった。しかも入ってる。完璧に端まで。まあ本当に当たり前なんですけど、昨日ほどはいないですね。十分は十分なんですけど。もう時期が終わったのか消えてきましたね。生巻きも姿見ません。やっぱりこっちに落ちてくれるんだよな。なかなかカメラの方に落ちてくれませんね。あら、でもこっち消えたな。あれ消えたな。時計と反対回りに回るんで、あっち側の網の方へこう入ったのがね、右側の網の方へ行ったのがね。これは白。言わないな。いや、でもなんか寂しくなったな、これ。なんとなくジャゴがあんまり見えない。でもこれで、ね、こっちればいいか。こんな感じで。うわ、いい時間来たか。今度はカニだけじゃなく、いろいろなんやかんや。すごい。こんなでかくて入ってくれてるなんて、一発がでかすぎる。今のは本気でないっす。ああ、ボーナスタイムか。これは完全に。大きいことが見えたはずなんですけど、でもちょっと行けないか。あちらに
こっち持った。やっぱちょっとボーナスタイムなんですかね。もう入ってる。嬉しい。もう入ってないのもありますからね。入ってるやつがとても嬉しいですね。素晴らしい。本当に一曲何本あったかな。7つ。めったないそんな網。おそらくさっきの網が今日のピークでしょうね。最近ね、上りになったらニベが入り出すんですよね。ちょっと軽いんですよね。肉が締まってないんでしょうね。いや、見たから600ないって言おうと思ったけど、ありそうですね。やっぱこれはもう今全然オカメちゃんないところを通ったんですけど、今までこれ生きたオカメちゃんが出てきました、土の中から。さっきまでなかったところなんですよ。完全に酸素なくなりましたね、海に。これは厳しい。無人島オカメちゃんになる可能性が。予定通りに入ってましたけど、オカメちゃんがすごい。これはやれるのでしょうか。果たしてやれるのだろうか、これ最後まで。果たしてオカメちゃんから逃げることはできるのでしょうか。ここはおそらくないはず。貝殻があるのか。よいしょ。オカメちゃんある。ここでもオカメちゃん、もう行きんでしょうね。よいしょ、頑張っていけてみますか。もうオカメちゃん出てるってことはもう酸素ないですからね。ブクブク入れても一応用意はしてますけど、ブクブク入れても水温でアウトかなというふうに思いますけど、よいしょ。昨日はね、このサイズが結構落ちてきたんですよね。で、逃げてますけど、カニ一つ入ってるし、いやー嬉しい、でかくて入ってる。これはナイス。もう腰が歌うわ。海も酸欠ですけど、人間が酸欠になります、これ。いいよ。
やっと大きいのが本当抜けのようなのがね、いましたね。こういうのがボコボコしてきてくれたらめっちゃいいんですけど、まあでも十分満足です。帰りましょう。お疲れ様です。ついに海が酸欠になりまして、あ、でも夜中ぐらいから完全に酸欠ですな。ねえ、おかめちゃんがどこやってもブンブクブンブク、そして人間も酸欠、もう母います。酸素持ってくる、酸素持ってくる。カニはこれだ。はい。で、狙いのこっちはこれだけです。はい。おー、クーラーいっぱい、いっぱい。昨日より数もメカタも多いと思うんだけど、うん、ただ昨日みたいにこれ台ばっかりじゃないよな。台が特台ばっかりじゃない。昨日はこんなんかな、多かったもんな、バンバンおったけど、うん、まあ、もちろん荷部とかも帰るときに、はい、こっちを上に来るように、うん、撮影しやすいようにしとんだけど、したら荷部とかもおるけど、うん、いや、氷もあるし下に、うん、でもまあほとんどこっちです。すごい。あともう入りきなかったんで、はい、最後行けたやつが針玉3つ、はい、昨日よりは多いと思います。はい、ちょっと今から一生懸命あの池間の中のこちら、はい、アップアップ寄ります、ね、あれシメントいけませんけど、はい、頑張って持っていきましょう。重たいけど、はい、わかりました。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、お疲れ様です。皆さん今日もお疲れ様でした。今年は来ないのかと思ってましたが、なんとこっち来てくれましたね。2日続けていました。前日の方がね、大きいやつが 1.5 キロ以上がいたんですけど、トータルでは今日朝の水揚げの方が多かったですね。50キロ、前日が45キロだったかな。まあこっちの顔が見れてよかったです。降臨いたしました。マーセルコルドンブルー、海外の方にお勧めしていただいたので買ってみました。高いっす。ボーモア18年と同じぐらい。今までボーモア18年が一番高かったんですが、これが同じぐらいですね。1万9000円弱だったと思います、送料入れて。さすがに2万円近くなるともう手が震えますね、買うのに。まあでも一度買ってしまえばもう頼むのがただ楽しみなだけ。皇帝ナポレオン御用達マーテル、いただいてみましょう。コニャックです。暑い地方の方はやっぱり甘いのが好きなんでしょう。日本でもね、九州の人たちなんか九州旅行行って食べるともう餃子でさえ甘いですよね。醤油はもちろん甘いですし、アイスもめちゃくちゃ甘い。おー、あのザカパとか、あと家にあのバカルディ、それよりもね、いい香り、その甘い香り、まあもちろんこんにゃくなんで甘い香りしますけど、あの2つより甘い香りがこうしつこくない、なんかちょっとウイスキーに近いようないい香りがありますね。ではいただきます。おーか、おーおー、うまっ。さすがナポレオン御用達、クイーンエリザベス号処女航海の時唯一選ばれたコニャック、びっくりした。わ、これは高いだけあるな。ザカパとかバカルディはほんと甘い、甘ったるい感じでキャラメルの感じですけど、これはそんな甘ったるい感じじゃないです。ナッツとか、なんだろう、リンゴ、なんかそういう系の甘さですね。なんかね、黒砂糖を焦がしたような、あとはメープルシロップのような甘さではないです。自分の中の殿堂入りかも。じゃじゃーん、モリモリ海鮮ブイヤベースを我が家で作っていました。昨日晩取れたもので、まあ取れるものは一緒です、大体もうこのシーズンは。でもね、ここ7年ぐらいなんですよね。その前はね、魚は違いました。今のような量じゃなかったです。まあそもそもハモとかいませんでしたしね、こっちもそんないませんでした。どれをいただけばいいのかな。なんかイタヤガイばっかりいただいてますけど、イタヤガイとエノキと一緒に、きつい。
うん、何の味これ、なんかハーブみたいな味がする。海鮮だしの政治味ですね。これは車エビ、こっちは精巻きです。車エビをいただきます。精巻きはゆじこんママに食べていただきましょう。政治味のする車エビでした。皆さんもブイヤベースいかがですか。今回もご視聴ありがとうございました。